こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。貿易戦争の過熱やファーウェイ製品の締め出しといったアメリカと中国との対立関係が深まる中、前線国台湾をめぐる情勢も新たな局面を見せ始めたといえる状態だろう。かつての太平洋戦争中までは日本の領土の一部であった台湾だが、戦後に日本から離れ内戦に敗れた蒋介石らの国民党政府が移ってからは共産中国と対峙する前線国家となっていた。日本同様にアメリカ側の西側陣営に組みする台湾ではあるものの、共産中国が国として認めず自国の内政問題として扱う位置づけのため、アメリカさえも慎重な姿勢を示してきた。これは日本から見ればかなり意外な事実かもしれないが、アメリカはいたずらに中国との間の緊張関係を刺激しないようにと考え、歴代政権も基本的にその姿勢のまま進んできていたといえる。しかしここ2019年に来て、アメリカから台湾への相次ぐ武器輸出が報じられることになり、その中でも目玉というべき F-16V ブロック70戦闘機は、実に約4半世紀振りの戦闘機輸出となったのだ。この決定までにアメリカから台湾が輸出を受けていた戦闘機は、初期型の F-16AB 型であり、同じ F-16 戦闘機といえども、近代戦の要というべき電子機器が大幅に旧式な機体だった。このため、今回 F-16V ブロック70戦闘機の輸出が決定するまでには、これらの旧式の F-16AB 型約140機のレーダーを最新型に換装することも決定され、2023年の完了予定で進められていた。今回、台湾は66機の F-16V ブロック70戦闘機を導入する予定だと報じられたが、この機体は旧式の F-16AB 型よりも出力や航続距離も優れ、短期での質の向上が図られたといえる。しかし、日本を含む多くの西側諸国がそうであるように、台湾でも第5世代のステルス戦闘機である F-35 シリーズの導入を切望する声も当然のようにささやかれていた。ただし、この要望に対しては、先に挙げたようにアメリカ側が中国を刺激することを嫌い、台湾に最新の戦闘機を融通することを良しとしなかった事情もあり、実現することはなかった。合わせて多くの西側諸国で採用が決定している F-35 シリーズは、仮に台湾のオーダーをアメリカ側が了承したとしても、実際の導入までに時間を要することから現実的ではなかった模様だ。逆に言えば、台湾にとってそれだけ中国の脅威の度合いは高まっていると言えるものであり、中国が実戦配備する J-20 戦闘機や J-31 戦闘機への対応が急がれていると言えるだろう。さらに台湾にとっては、こうした新型戦闘機に加えて、中国が陸上に配備する弾道ミサイルや巡航ミサイルなどから自国を
いかに防衛するのかも喫緊の課題となっている。こうした兵器は台湾の戦闘機の滑走路を無力化する恐れがあることもあり、そうした意味合いからも短い距離での離着陸も可能な F-35B ステルス戦闘機が注目されていたのだ。結果として2019年8月時点では新型の戦闘機としては F-16V ブロック70戦闘機の導入に止まるため、同機の並走によってこの課題もカバーすることを余儀なくされている状況といえる。ただしこの F-16V ブロック70戦闘機は台湾が保有する従来型の F-16A-B 型よりも2割弱ほど高出力につき、離陸に要する滑走路の距離も若干は短くなったと公表されている。このあたり台湾の置かれた苦しい状況には同情の念を禁じ得ず、これまでもアメリカは潜水艦についても斡旋できず、台湾は自国建造に舵を切らざるを得なかった。個人的にはこれまでに比べ日本の武器輸出も幾分緩和され、オーストラリアの潜水艦計画には手を挙げた経緯もあるので、台湾への支援を期待したい部分ではある。ただ現実的にはアメリカと同様に日本も経済的な中国との関係性から表立っての台湾への潜水艦の技術供与など難しいのが実情だろう。これまでも台湾はアメリカから最新型の戦闘機が調達不可能なことから、自国開発した警告戦闘機やフランスのミラージュ戦闘機の購入などを行ってきた。日本を含む他の西側諸国と同様に今後の戦闘機開発はとても自国一国のみでは難しいと見られ、今回の現実策としての F-16V ブロック70戦闘機の導入後も予断を許さない状況だ。航空機が現在のような電子戦ではなかった1950年代から1960年代には、台湾の空軍機は中国軍機との実際の空中戦を経てほぼ勝利を収めるという輝かしい戦果を誇っていた。太平洋戦争以後の世界において非常に稀有な例といえる。貴重な実戦経験を積んだ人材、機体空軍を有していたのが他ならぬ台湾空軍だったのだ。年々膨張を続け、武力による台湾の併合を辞さないと公言してはばからない中国に対し、台湾海峡有事は日本にとっても対岸の火事ではない事態だと思われる。